でマコーロってことはマテリアキーパーではないよな。誰が出てくると思う？ちょっと画面暗いな。ちょっと画面暗いかな。ジェノバ？まさか。いや、そんなことはない、そんなことはない。ウータイ関係、ラプス？いや、あれはウータじゃないわ。コルニオのあれやから。誰が来んのやろう。うわ、怪しい。誰かいるの？そうや、ここ広かったん、怪しかったけど、ここに繋がるのか。え、ジェノバ？ちゃうわ、どれこれ。やるぞ。やるぞじゃなくて、誰？バリアント？あ、もう全然知らん。全然知らん。誰これ？どういうモンスター？北条のサンプルみたいな感じの解釈でいいかな。フォースキャッチって、いや何フォースキャッチって、まあ、見破って考えよう。氷が弱点か。あー、分身召喚するの嘘やん。あ、ここのあれか。さあ、北条が育ててたやつをが出てきたんか。それのあれな。了解了解、理解した理解した。ただモンスターが暴れてるだけやな、その工場が作ったやつ。何それ何それ何それ。どう、範囲広いと見て。あー、電卓スマッシュ、なんかめっちゃハーに良さそうな名前やな。ファイガか。絶対ジャストガードする。よっしゃ、やりやすい。またここら辺やりやすい。ラケー崖魔法はまだやりやすいな。あとボスは動きがでかいから見やすい。これこれでんか。ビーンスワンプって何これ。フォースキャッチのディープミスト。ディープミストは毒やな、普通に。こいつなとか使うべきか。あー出た、分身や。あー、これこれ、い1回目食らったら全部食らうみたいなやつか。しっかりファイガをブロックする、素晴らしいよね。祈りで分身、分身がやらしいよな。分身がやらしい。ちょっとダメージ、あのエフェクトで何も見えへんけど、しっかりガードしてるからな、ジャストガード。この分身は何体まで分身するのやろ。3体4体とか来られたらマジで困るで。ディープスワンはこうとりあえず回避する。ただの毒っぽいからな。ミラージュダイ、ああこれはあかんやつ、あかんやつ、絶対あかんやつ。バーストした。クラウドがインフィニットエンドでいけるやろ。OK、まずは一体倒したものの、こいつまたもう一回分身とかするんかな。あいつみたい、12のアーリーマンみたい。結構やらしい戦法してくるな、あいつも。アーリーマン結局4体5体ぐらい分身するやん。で、なんか攻撃当たらんやん。なんでバーストしたん今。今意味がわからんねんけど、なんでバーストしたん。なんかやった僕全然やった記憶がないねんけど。かかと落とし行っといて、あ、本体じゃなくて右腕にすればよかったな。倒せるな、別に逃げたわ。まだ余裕やった、このボスは。まだこいつは余裕やった。5分やもんな。あの、ま、この前のあのおばさんとか20分ぐらいかかっとったもんな。ひどい、さっきのやつだな。いや、銃でやられてる。銃でやられてる。え、誰がおんねやろ。誰誰、まずウータイがなんで来たか。そんで銃は誰が撃ったのか。ああ、ティファもフラッシュバックス。
あ、死に方。なんかユフィが置いてけぼりやねんけど大丈夫？ティファ。ティファも辛い過去やもんなこれは。とはいえどもよ。ごめん。あのユフィの距離感がなんかちょっともろ悲しげやってた。生きてんのかな紫。これ知ってる人ユフィの。見て。この人が紫みたい。ほらやっぱ僕の予想当たってた。紫死んどった。僕も確認しておこう。生存者がいるかもしれない。うん、絶対紫死んでるやろと予想が当たってもうた。僕の嫌な予想が当たってもうたな。ここ A。 誰もいないね。これもうパソコンのデスクトップ化決定やろこれは。消しゴムマジックでティファ消そうかな今の後ろ。端末ジュノバ。さあジュノバどこへ行くんかな。ジュノバ、セフィロース。もうすぐだクラウド。はい。大丈夫？持ちつ持たれつの関係やなほんまに。この二人今。 あケトシや。これかわいいねんけど。ユフィハンデか。うん、今どこにおります。魔法だまりの奥の部屋だ。そっちは役場ですわ。何かお手伝いできるかと思って魔法炉の端末にアクセスしてみたんですが。そうなんや。あ、紫班には会えましたか。紫さん、 あったで。死んでいた。ウータイと戦闘があったようだ。なんとこのリアクションかわいいわケトシ。ややこしいことになる前に信頼式の端末借りちゃいましょう。はいはい。カードキーはあります。あ、え、このカードキー、その端末に差し込んでください。あ、そんなことできんねんや。遠隔操作して屋敷の門開けてみますわ。え、すげえ。なんでもありやん。ハッキングし放題やん。コンファームだ。バッチリですわ。かわいい。先に屋敷へ向かって端末探しときます。了解っす。わかった。後でな。はいな。またね。あ、めっちゃかわいい。めっちゃかわいいけったし、とりあえず戻ろうか。もうジェノバは特に調べあんのか。じゃあこの4人で行くのか。屋敷に行ったらまず端末を探しましょう。クラウド班たちが戻るまでにちゃちゃっと見つけますぜ。了解。ロストナンバーと戦うんかな。あ、合流できたら俺たちのところへ連れてこい。あ、じゃあバレットエース。その花でたどれんだろ。あ、レッドが待機か。お前にしかできないから頼んでるんだ。ならば仕方あるね。この声に戻った。ほら行きましょう。ほら行きましょう。誰操作する？え、ケトシ操作？え、ちょっと待って、視点が低い。クソ視点が低い。遅い。クソ視点が低い。あの、もうちょっとカメラ高くできません？ただすごい可愛い。この歩き方すっごい可愛い。めちゃくちゃ可愛い。えぐい。クソ可愛い。で、診断式ってどこやったっけ？ローリング移動？そういう風に。あ、お前ぶつかってみようか。かわいい。かわいすぎる。ケットシがかわいすぎる。なんやろこの生き物モフモフしたい。そうや、祈りのマテリアを。何ちょっと何何何ちょっと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 っていう武闘家が考案した体操らしいです。詳しい由来は。めっちゃかわいい。これめっ祈りのマテリア誰に装備させよう。ユッフィー今持ってるやろ。バレットが一番ためやすいからバレットかな、やっぱりな。ほな、神羅式。あれ？ニブルエリア？こっちか。神羅式はニブルヘイムの中にあるわけじゃないんか。え、めっちゃ可愛いけど、お前絶対目回るやろ、それ。あ、ベンチあるわ。
あ、ベンチ休む姿みたい、ケトシの。あ、すげえ、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。あ、可愛い。なんか FF めっちゃ可愛いねんけど、全部が可愛いねんけど。えぐ。なクラウドもたまに可愛いとかあるし、バレットもあるし。えぐ。まあ、信頼試験に到着しましたが。信頼試験、どこにカードキー刺さなあかんかったん、本来は。端末ないか。ヴィンセント入り来たね。ずいぶん金のかかった内装じゃねえか。あちこちボロボロだけどよ。かれこれ築50年ほどになりますよ。言うて50年なんや。ここどんなお屋敷？僕も詳しくは知りません。けど村に黒マントの人たち共産おりましたやろ。あったあった。関係あんのか。ここは北条博士が実験に使ってたと聞いたことがあります。まあ、北条関わってくるわな。ろくでもねえな。で、こっちのエレベーター降りたら、あのセフィロスのあの本のところ、書物庫みたいなところになったか、行ったから、行けんのかな。一回行ってみようか、こっち先、こっち先行ってみて、なんかあるんかな。インヤン出てくるんかな。インヤンボスとして出てきそうじゃない。なんかすごい、なんかリアクションがガキの秘密基地かよ。危険な罠かもしれません。試しに僕が行ってみますわ。あ、ケットして先行するんや。何よ。我が屋敷へようこそ。北条の侵入者の諸君。北条、君たちがどこの誰かを知らんが、まだ使ってんねんや。放棄されて使ってへんかったわ、すいませんでした。あさったところで有益なものは残されていないと思うが。あ、これただの管理 AI です。管理 AI か。ただ少しばかり思い出深い場所でね、我が物顔で踏み荒らすのは勘弁してもらいたい。というわけでだ、不届き者はお引き取り願おう。なあほなこの落ちるトラップ、ここで出てくんのか。バレット。おいおいやってくれぜ、あの野郎。あー、RPG お約束の抜ける床はここで出てくるのか。まあ、閉じ込められちゃったみたい。これどうすんのやろ。 AI かなんだか知んねえが、北条は北条ってこと。それはそうやな。あのダクト僕やったら通れるかも。そやな。僕ちょっと行ってきますわ。これとりあえずケットシー操作パートとして、あれみたいな、ほんまにあのダージオブケロベロスで一回あったケットシー操作パート、あれみたいな感じやな。あ、すげえ。これ戦闘も多分ケットシー一人。うわー、武器がある取り手。戦闘これ誰？邪魔せとったぜ。パッ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 。もうちょっとなんか言いやすい名前つけてくれへんかな、スクエに。ババババババベラウミュー。意味がわからねんけど。どういうネーミングセンスしてんの？あのネーミングセンスに文句は言わんけど、文句言うてるな。ごめんごめんごめん。あまりにも言いにくい。ババベラウミュー。わけが分からへん。何、ボックス投げ。ああ、そういうこと。そういうこと。これができんねや、モーグリ動かせんねや。すげえ、おっそ。魔法系のキャラなんかな。まあまあ2周目の時ちょっとじっくり育てていこうか。あまりにも遅い。これは、あ、こうする、こうする。棚の上にある大きな投資ボックス。ああ、どんな調子だ。そっちから開けられない。どうやって壊すん？
持つん？これ何これ？あ、踏んだらいいのか。あー、そういうことね。もう救済措置が程がある。救済措置にも程がある。ほんで、あれ、え、これに壊、これで壊したらええんか。照準がやりにくいな。こう、こうか。投げる強さ、あ、そういうこと、そういうこと。ごめん、見えへん見えへん見えへん。あ、間違えた間違えた。もう最悪、もう最悪。これどこまで重ねれんねやろな。どこまで重ねれんねやろ。下から消えていってるわ、消えていってるわ、読めたら。ここが最高か。え、どうな、どうやったらいいんこれ。あの筋肉番付のスラックアウトぐらい難しいねんけど。こうか、こうや。あれ、投げれてない。あれ、分かれへん、ほんまに分かれへん、ほんまに分かれへん。で、四角で投げ、これ、これ無理や、これ無理や、僕一生かかんぞこれ。めちゃくちゃ難しいねんけど。こうこうこう、ちょっと照準外れるの。これでいいかな。いけたいけたいけた。あー、すまん、時間かかりすぎたわ。さ、先へ進みましょう。先が思いやられるけどな。